事到着しました。やりません。くらい。ほぼ同規模というだけあって広いわね。随分プレイヤーも来ているみたいよ。ここは非戦闘フィールドだからいいけど、一歩出たら大変そう。マップデータがあると助かるんだけどな。アーファシス、何か情報やヒントはないかい？ナビシステムに頼んでマップを出してもらいます。ただいま、ナビシステム。お母さんのところに行きたいのでマップをお願いします。それとお母さんと話をしたいから回線をつないでください。なんかエラーっぽい音も混じってるみたいだけど、レイちゃんには通じてるみたいね。ゲートの門番もこんな感じだったわ。ここからはアファシスが必須ということね。おい、ざっと調べてみたけど、どの端末も何を言ってるかわからないんだ。やっぱりレイちゃんがいないとダメみたいね。そっちは何かわかった？お母さんの様子がおかしいのです。どこか病気のような。お母さんってマザーコンピューターのことだよな。そうなのです。お母さんは早く来て早く助けてって言っています。マップデータもくれなかったし、どこにいるかも教えてくれないのです。まあ予想はしてたけどね。自分たちで探索していくしかないか。助けてということは何か問題が起きているってこと？レイちゃん、他に何て言ってた？ですね、ナビシステムは一番早く来た子にご褒美を渡すと言ってます。それはもしかしてクエストか？しかも内容から言ってかなり大掛かりだぞ。ここって大型アップデート最後の大ダンジョンよね。マザーコンピューターに最初に到着した者に与えられるご褒美か。かなり期待できるんじゃないか。多少出遅れてはいるけれど、このメンバーなら十分挽回できるわ。マスター、とても心配です。早くお母さんに会いたいです。お母さんはきっと SBC フリューゲルの奥にいると思います。おう、使います。見つけた。この手のヘイトが集まってきている。クリーンヒット。いい感じです。任せて。プレミア、助かった。別に全部ありがとう。最高です。アボシスさん、ありがとう。すごいですね。ありがとう。弱ってないよ。今だ。さあ、グッジョブ、助けてください。おしまい。ヘイトが集まってます。弱ってないよ。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。レイちゃん、任せてよ。当然。よし、次。いいかな。
ています。いいかな、弱ってるわね。やった、いい感じです。ありがとう。この手の援護します。プレミアクライダーしててよ。回復しないで。
します。ブレリア、助かった。エイドス、ありがとう。いいじゃない、弱くなるよ。今だ、チャンス。プレミア、期待しててよ。いいですね。うわー、見てください。そうです、すごいのです。うわー、トレジャーボックス、行くわよ。プレミア、助かった。ありがとう。弱ってるわよ。今がチャンス。当てる。ダウンしてる。プレミア、回復。サンプルします。これでよ。アタックして見せる。弱ってるわよ。今がチャンス。この辺りはややこしいフィールドだね。集団で行動するよりは部隊を分けて広く探索する方がいいだろうな。そうだ、ちょっと僕と探索に行こうか。データの収集は早ければ早いほどいい。こういった高難易度ダンジョンの攻略はまだ不慣れだったよね。せっかくの機会だし、僕がいろいろ教えてあげるよ。ついでにちょっとおしゃべりでもするかい？探索スキルも大事だけど、自分の耳や目だって十分役に立つ。音や気配には特に気をつけた方がいい。君と初めて会った時は僕も油断していたけど、音に注意していれば気づけることは多いんだ。人がやってくる音、風の音、エネミーやトラップの駆動音とかね。攻略を競っている連中なら自然と覚えているテクニックさ。戦闘スキルも大事だけど、こういう技術が生存の可能性を高めるのさ。まあ今の全部嘘なんだけど、なんてね。冗談だよ。君があんまり素直に人の提案や言うことを受け入れるから、少しは疑ったり、もらった情報は確認を取った方がいいよって僕が言うことでもないんだけどな。なんか君といると調子が狂うよ。ん？ストップだ。転送ポートかな。トラップの可能性もあるが、君が先陣を切ってくれ。僕は転送後にこちらで何か起きないか確認してから行く。早速疑問を覚えるようになったのかい？でも少し遅かったね。行ってらっしゃい。僕も追いかけるから先で待ってて。まあこの前のじゃんけんのお返しだよ。君はきっと平凡で幸せな世界で生きているんだろうけど、これで多少。燃えています。
待たせ。いや、大変だったよ。君が転送された後、エネミーが湧いてさ、君を置いて逃げるわけにはいかないから戦ったけど、悪質なトラップだったみたいだね。いや、参った参った。はあ、まあそのなんだ、帰りになんか起こるよ。まったく君というやつは鈍いんだか、究極のお人よしなのか。君といると楽しいなって思っただけさ。なんでこう予想を外してくれるのかな、君は。いろいろ試したくなるじゃないか。助かるわ。今助けるから。素晴らしいです。おめでとう。昨日は助かった。
よし、レベルアップ。まだまだ。レベルアップです。
余裕余裕。見つけた。素晴らしいです。
ほど。プレミア、期待しててよ。見つけた。ヘイトが集まってきてる。弱ってるわよ。今がチャンス。ダウンしています。おしまい。おっ、回復します。助けてください。いいヒット。よっ、スタンが入りました。ダウンです。チャンスなのです。頑張ってください。その手回復するね。すごいじゃない。グレハ、ありがとう。いい感じです。ありがとう。当然。素晴らしいです。プレミア、やられちゃった。回復します。素晴らしいです。任せてよ。プレミア、嬉しいです。回復するね。プレミア、回復だらけ。プレミア、助かった。ありがとう。やるわね。なかなか弱くなった。今どうでしょう。ポイントに注意してください。プレミア、助かった。ありがとう。この手で素晴らしいです。アボシスさん、ありがとうございます。最高です。手を貸して。いいじゃない。行くわよ。アボシス、助かった。ありがとう。いい感じです。プレミア、売れないのです。すごいですね。ありがとう。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。任せてよ。行く。最高です。弱ってるわよ。今がチャンス。ブレイクしてます。ありがとう。いいじゃない。すごいじゃない。グレハ、なかなかだ。血だらけ。よし、次。ダウンです。チャンスなのです。わーい、グッジョブです。遅い。そういうわけじゃない。なるほど。この扉を開くためには何か鍵となるものが必要ってことだね。でもそんな鍵になるものなんて心当たりがないわ。で、私は翻訳はできるのですが、 SBC フリューゲル内部については詳しくないのです。何か見落としていたのかしら。それは考えにくいけどな。一度部屋に戻って仕切り直そう。みんなで考えれば
いい案が浮かぶかもしれない。よし、レベルまだまだ強くなるわよ。一応うちのデイジーちゃんにも聞いてみたけど、レイちゃんと言ってることは一緒だったわ。私たちアファシスは SBC フリューゲル内部の翻訳機能を有しています。ですが SBC フリューゲル内部の構造についてはメモリが消失しているため把握しておりません。なるほどな。まあデイジーちゃんが言うなら間違いねえな。どういうことです？私もいろいろな情報を探してみたんだけど、アップデート直後で攻略の最前線だから。ダミーの情報も混ざっていて何が正しいのかさっぱりなのね。まあ最前線ならではの醍醐味だけど。アルゴを当たってみるか。情報が情報だけに高くつきそうな気もするけど。でもキリトさんの言う通り、アルゴさんなら知ってると思う。こうしちゃいられないわ。早く行かなくちゃ。まあ待てって、俺も行くよ。もう行っちゃったわ。クレア、随分と張り切ってるのね。そうね、きっとすごく楽しんでるんじゃないかしら。そう思わない？イツキ。そうだね、人は誰しも一番になれるかもという可能性を前にすると必死になるんじゃないかな。君も早く行っておいでよ。今日はどんな面白いものが山ほどあるな。他に何かあるか？ほう、よかったじゃねえか。いつでも鑑定してやる。確認してくれ。ほう、よかったじゃねえか。いいもの持ってるじゃないか。今日は何、新しい素材を探しに行かなきゃ。
いたいた。マスター、クレハなのです。あら、クレハちゃん、こんにちは。ああ、セリスカさんも一緒だったんですね。ええ、今からスコードロン戦のランキングを確認するつもりだったの。そうなんですね。クレハはマスターに何か用事ですか？あ、そうそう、今度リアルで会おうって言ったじゃない。その話を決めようと思って。そうね。二人はリアルでも仲良しさんなのね。そういうわけじゃないです。むしろ直接会うのは久しぶりなくらいで。あら、じゃあ感動の再会じゃないの。だから違うんですってば。面白そうな話をしてるね。僕も混ぜてよ。あ、いつきさん。あら、呼んでもいないのにまた出てくるのね。いいじゃないか。今クレハ君たちはリアルの話をしていたんだろう。はい。現実世界の君たち、どんな人物なのか興味があるね。クレハちゃんはきっと現実でも変わらない元気で気立ての良い女の子だと思うわ。面白いことを言うね。そんなわけないじゃないか。仮想世界で現実世界の通りに生きているプレイヤーなんてほんの一握りさ。だってここは VRMMORPG というゲームの中なんだよ。人はロールプレイをすることでこの世界を愛し、存在意義を見つける。多かれ少なかれ現実の自分を偽って過ごしているに違いないんだ。それはあなた自身が猫をかぶってこの世界で生きているって言いたいのかしら。そうだね。そしてそれは君も同類ということさ。否定はしないわ。私はこの世界での自分の役割を楽しんでいるんだもの。そうかい。じゃあクレハ君はどうなんだろうね。あ、私は現実の自分とそう変わらないと思ってます。そんなロールプレイとか自分を演じられるほど器用な性格じゃないので。クレハちゃん。そうなんだね。ならぜひそのうち現実のクレハ君と会ってみたいものだね。ああ、僕はそろそろ行くよ。ランキング発表を確認しに行くんだった。なんか今の私微妙だったよね。リアルとこの世界の私とじゃ全然違うってことはもう分かりきってるのに、自分でも認めたくなくて五月さんにあんな風に言い返しちゃった。クレハちゃん、気にしたらダメよ。あの人はああやって人の心をかき乱して楽しんでるだけなんだから。大丈夫です、気にしてませんから。ああー、そうだった。私リアルでお姉ちゃんと出かける約束があるんでした。今日はちょっとこれで失礼しますね。あ、クレハが行ってしまったのです。少し心配ね。クレハはいつも元気にマスターを導いてくれる人です。きっとすぐに元通りのクレハになると思います。そうね、明日はいつもの元気なクレハちゃんになってるといいわね。考えてみれば不思議よね。クレハ、何か悩み事ですか？え？悩みとかじゃないの。最近キリトさんたちと一緒に攻略することが多いじゃない。で、キリトさんの周りにいる女の子たちってみんなすっごく優しくていい人ばっかりでしょ？はい、みんなとてもよくしてくれるのです。私も一緒にいて楽しいんだけど、ちょっと不思議なんだよね。 GGO は特にそうだけど、MMORPG ってもともと女の子少ないわけじゃない？キリトさんはどうやってあんなにたくさんの女の子たちと
仲良くなったのかなって。それなら直接聞いてみたらいいのではないでしょうか、みんなに。でも調べるから待ってくださいね。キリトはまだインしてませんが、他はみんないるみたいですよ。早速行ってみましょう。今から？ちょっとレイちゃん、突然ごめんね。アスナはキリトさんとどうやって仲良くなったの？キリトくんと？私はそうだね、最初は対立することもあったよ。でもそれを繰り返していくうちに、彼の強さ、優しさ、そして弱さも分かってきたんだ。ぶつかることで理解し合えたって感じかな。なるほど、さすがアスナは言うことが深いわね。リーファはキリトさんとどうやって仲良くなったの？私はね、現実世界でキリトくんと兄弟でね。でも一時期は契約ってほどでもないけど、お互い距離を取ってたこともあったんだ。また仲良くなれたのは VRMMO のおかげかな。そこで協力していくうちに距離を縮められたって感じ。そうなのね、こっち側の世界のおかげってことね。シノンはキリトさんとどうやって仲良くなったの？別に仲いいってほどじゃないけど、やっぱりこの世界で出会ったことが大きかったのかしら。私はリアルで他人との間に壁を作ろうとするところがあって、それを取り除いてくれたのがこの世界で出会ったキリトでありアスナたちだと思ってるわ。つまり初めての仲間的な？大げさなこと言うのね。でもそんなところね。リズとシリカはキリトさんとどうやって仲良くなったの？私はあいつが別の VRMMO でうちの武具店に来たのがきっかけね。まあその後行った素材探しで助けられたってのもあるけど。私も似たような感じかもしれません。ピナを救ってくれたキリトさんには感謝してもしきれません。つまり二人にとっての恩人ってことなのかな？恩人、まあそうなるかもね。 VRMMO の世界だから起こりうる出来事だったと思うわ。大変でしたけど、あの出会いがあったことは本当にかけがえのないことだって思ってます。そうなのね。クレハ、アスナたちは質問に答えてくれたのですか？うん、みんなちゃんと答えてくれたわ。なんか妙にすがすがしい顔でね、すんなり答えてくれて。あれがアスナたちとキリトさんとの絆なのかなって思ったよ。みんなそれぞれ仲良くなった経緯は違ってたけど、共通のこともあって。共通のこと？VRMMO という世界で一つの目的のために協力し合って、それで距離を縮めていったって感じね。もしかしたら私も GGO だったら。クレハ、誰かと仲良くなりたいのですか？あ、マスターと？もし言いにくいのなら私が代わりに伝えてあげるのです。うわやめてったら。なぜなのです？レイちゃんが親切にしてくれるのはありがたいけど、こういうことは自分から動かないと意味がないの。それに私自身まだ自分でもよくわかんないんだから。よくわからないのです。ごめんね、レイちゃんのせいじゃないのよ。また何かあったら改めて相談させてもらうから。だからそれまでは今回のことは二人だけの秘密だからね。ね、はい、了解です。マスター、見てください、こんなところにカプセルトイのマシンがありましたよ。挑戦してみてもいいでしょうか？ありがとうなので
速挑戦なのです。まずはここにコインを入れて、あれ、クレハなのです。あんたたちいたのね。はい、このカプセルトイに挑戦してるのです。クレハも遊びに来たのですか？ううん、私は特に用事はなくて。クレハ？あ、レイちゃん、ほら見て、カプセルが出てきたわよ。あ、はい、これはこうして、なかなか開かないのです。この前のカプセルはすぐに開いたのに。これはちょっとしたコツがいるのよ。貸してみて、レイちゃん。はい。ここをこうひねれば。はい、どうぞ。あ、クレハすごいのです。昔よくやってたからね。そういえばさ、あんたも開けるの苦手で、よく私に開けさせてたよね。マスター、もう一回やりたいのです。レイちゃん、あっちの方に別の種類もあるみたいよ。ほら、あそこ。おお、本当なのです。ちょっと行ってくるのです。ねえ、突然で悪いけど、今度リアルでも会おうって言ってた話、やっぱりやめてもいいかな？だってリアルで会うと、あんたもきっと私が昔と違ってることに驚くもの。ああ、違うって言っても見た目じゃなくて、この間いつきさんが言ってたことは正しいの。ここでの私は猫をかぶってて、リアルの私はお姉ちゃんのことばかり気にしてるダメな妹で、あんたはきっと幻滅しちゃう、そう思ったのよ。ありがとう、そう言ってくれて。でもね、やっぱりリアルの私のことは幼馴染のあんただからこそ知られたくないの。最近の私がなんかうじうじしてたこと気づいてたでしょ。これがこれ以上リアルな私をこの世界で晒したくはないんだけどね。マスター、クレハ、レイちゃんどうしたの？このカプセル、レアなものみたいです。店員さんも驚いていました。本当ね、キラキラしてるし、いかにもレアって感じ。クレハ、また開けてほしいのです。もちろんよ、任せて。こんなに綺麗なら傷一つつけたくないもんね。はい。あれれ、マスター、どうして笑っているのですか？あんたマスター、いきなりどうしたのですか？クレハが優しいのは当たり前なのです。そういえばクレハとマスターは近々あちらの世界で会うんでしたよね。楽しみですね。ぜひ久しぶりに会った感想を聞かせてくださいね。ごめんなさい、なんかうじうじ考えてたのがバカらしくなってきちゃった。ねえ、すぐに会うのはちょっと難しいかもしれないけど、約束はキープしたままでいいかな？そうだな、宇宙船をクリアしてトップになれた記念に会うっていうのでどう？え、そうね。あんたもレイちゃんも本当にありがとう。昨日さ、ある問題に気づいたんだ。どうしたの、キリト君？何かまずいことでもあった？ああ、由々しき問題だ。GGO に来てから、アスナの料理を食べてない。キリト君？ああ、はいはい、ごちそうさま。分かってないな。これはクレイハにとっても損失なんだぞ。アスナの料理は本当に絶品なんだ。
キルが高い上に研究熱心だからそんじょそこらじゃ食べられないレベルなんだぜ。へえ、そんなに美味しいんだ。でも GGO で ALO レベルの料理って難しいんじゃない？そうなんだよな。ザスカーに要望メールでも出しておくか。そういえばこの世界の食材ってどんなものかしら。あまり材料になりそうなエネミーはいないよね。ゲテモノもアスナの調理次第で化けるんじゃないのか。断固お断りします。ほんと仲いいカップルよね。ユイちゃんって娘もいるし、ちょっと憧れるな、そういう関係。クレハだってとても仲良しな人がいるじゃない。まさかあいつのこと？あいつはただの幼なじみ。そうなの？いつも一緒だし息が合ってるからてっきり。だよな、俺もずっとそう思ってた。そんな風に見えるの？まあ一緒にいることは多いけど別に好きとかそういうんじゃないから。ほらあいつ頼りないからね。私がついてないとダメだから。はいはい、ごちそうさま。だから違うって。来ると思ってたよ。情報が欲しいって飢えた顔をしてるね。今日はキーボーも一緒だし、お友達価格で5割増しかな。おいアルゴ、さすがに5割は買うわ。私は冷静よ。悩む時間がもったいないってだけ。私たち攻略の最前線にいるのよ。今こうしてる間にも他の人に先を越されるんじゃないかって思うと。クレホ、私誰にも負けたくないもの。言うね。その気概に敬意を表して適正価格で提供させてもらうよ。ありがとうアルゴさん。でもちょっと痛い出費かも。攻略して手に入れた情報を俺っちに提供してくれれば儲けが出るくらいさ。SBC フリューゲルの扉を開けるためには各フィールドのボスを倒してカードキーを回収しよう。なるほど。てっきり俺たちに見逃しがあったのかと思ってたけど、アバシスのパーツと同じようにカードキーも各フィールドに散らばってるって設定なのか。そういうことだな。SBC フリューゲルのアップデートと同時にボスからのカードキーのドロップが開始されたってわけだ。他フィールド攻略中のプレイヤーが SBC フリューゲル攻略組に有利に出られる手段にもなる。あ、そうか。先にこっそりカードキーを集められるし、場合によっては攻略組に高値で売りつけたっていいし。何にせよぼやぼやしている時間はないな。早いところカードキーを集めよう。